今オランダ人は世界で最もその身長の高い、国民になっております。中日欧州連合代表部の大使らが EU や加盟各国について教える出張授業。 EU があなたの学校にやってくるが30日、山形市の山形西校で行われました。オランダ駐日大使が講師を務め、 EU の仕組みや目的、オランダについて講演しました。オランダでは人口減少が問題になっている地域があり、それの対策としてオランダではアンティスペーティングレジョンとして人口減少地域を指定し、いくつかの招待都市の取り組みが始まっていると聞きました。いただきました質問というのは、